水曜日のダウンタウン TBSK が放送されたこの日、番組の次回予告が視聴者の間で大きな話題となっています。番組の終盤に登場したプレゼンターの小籔千豊は、番組から大切なお知らせがございます。実は今年10周年を迎えました。この水曜日のダウンタウンと語り始めたところ、突然音声が途切れるという演出がありました。その後、出演者たちが驚いた表情で静止しているシーンが流れたため、SNS では水田終わるの?という声が次々に投稿され、最終回ではないかという憶測が一気に広がりました。特に、視聴者の間では、小籔の口元の動きから、最終回でございますと言っているのではないかと感じた人も多く、嘘でしょ?まだ終わらないでほしい。といった悲しみや驚きの声が飛び交いました。一方で、これまで数々のドッキリや仕掛けで視聴者を驚かせてきた、水曜日のダウンタウン。ですから、これは何かの説への布石ではないか?と冷静に考える視聴者も少なくありません。番組が一体どんな展開を見せるのか、次回放送への期待が高まっています。この騒動を受け、TBS や番組側からの公式な発表はまだなく、視聴者たちは次回放送の展開を待ち望んでいます。一体、小籔千豊が何を言おうとしていたのか、その真相が明らかになる日は近いのでしょうか。視聴者の不安と期待が高まる中、SNS での議論は続きそうです。